1日1分を積むため、お客様の言葉がヒントがあるとお伝えしたいと思います。実は、昨日あるお客様から大きなヒントをいただきました。宇都宮さんで外資系のコンサルティング会社のようにカタカナを使っていくコンサルタントではなくて、この地域に密着していろんな人と人をつなげたり、あと現場に入り込んで仕事をしてくれる、そこに価値があるんだと、そこの価値をすぐ勘違いしてしまうんだよねということを言われました。私たちはともするとお客様の言葉を意訳してかっこよい言葉に置き換えてしまいます。お客さんが言ってくれたその言葉、その奥にある、奥にある真意ですね、これをどのように汲み取っていくのか、その汲み取った真意、そこの中に、ヒントがありますし、そのヒントを伝えていくことで我が社の価値を世の中に広めていくことができます。